おはようございます。6月10日の朝6時27分の相場解説になります。まずデイリーから見ていきますけども、昨日までと同じところは割愛してですね、こういう風になってますね。横ばいがあって急騰があって、そして、昨日ですねぐっと戻ってきたと、横ばいの水準まで戻ってきましたね。これはよくあることなんで4時間で解説していきます。まずねこの黄色いところが引いてますけども、これがゾーンになりますよね。ゾーンがあって、こちらにで、もう一個ゾーンがあります。でこの間にレンジを形成しているんですけども、そのレンジの始まり、最初のきっかけがここになりますね。でレンジがずーっとこういうふうに、あ、すいません、レンジがこういうふうに展開されていってなかなか抜けないと。でここ抜けたんですけど、またすぐ入ってきましたよね。で、抜けたところがここでした。はい、ズバーッとそこからね上昇に向かっていくわけなんですけども、ここで限界が来てですね、上髭を出した陽線で、下に向かうわけですよね。これやりましたよね。でぐーっと下に向かうんですけども、勢いつけて本当に一夜のうちにという表現がいいかなと思いますけども、なんとですねこのゾーンのところね、ここで、まあ、止まるわけですよ。で止まって、夕べですよね、夕べから今朝にかけて深夜のうちにじわじわとこのゾーンの中に入ってきたかなっていうところですね。で現在に至るわけなんですけども、これからのこのね値動きっていうのはこのゾーンの中で再び推移していくんではなかろうかというふうに考えております。こんな感じでね。で1時間の方を見てみましょう。1時間なんですけども、要するにゾーンにたどり着いたのがここですよね、ここ。それから N を書くようにして突き破ってゾーンの内側、レンジのところに入っていってね、で上に行ったんですけども、今度はレジサポ転換でそこにぶち当たって2度突き返されて、今そのゾーンとゾーンの間にいるかなってところですよね。これはどこのゾーンとゾーンの間かっていうと、4時間ですよ。4時間のところを見ていただいたら分かると思いますけども、こことここの間に、いるってことです今ね。こことここの間にいますよね。うん。で、1時間の方を見てみますと、あ、これ違うか、こっちか。ね、今、間に入ってますよね。まあ、ですので、これからはまたレンジに入るんではなかろうかというところでございます。ね、もう深夜だったんでできませんでしたけども、これはね、夜、深夜起きてる人だったら取れていたところだと思いますよ。うん。で、特徴的なのがこれですね。ずっとね、陽線が続いていたんで上の方に向かうかなと思ったら、上髭を出した陽線で、ちょっと陽陣かなと思ったら、下の方に下がってきたということなんですよね。うん。で上髭陽線っていうのはこれやりましたよね。うん。無料講座の、何回でしたかね。4回だったかな。うん。4回の回を見ていただければと思います。確か5回は2回に分けて、陰線をやったと思いますんでね。うん。陰線もですね、安値圏で出た場合っていうのは上昇に向かう可能性があるんですよ。まあこれはちょっと安値圏でも何でもないですけどもね。そういうことを一つずつ積み重ねて、取れるようにしていきましょう。チャートの見方はね、すごく大事になってきますんで、FX のイロハのイでございます。チャートはすべて暗記しておいてください。どんな形で、どんな特徴があるのか、どんな呼び名なのかってことですね。この3点セットで覚えてください。それでは以上です。